はい、選手をご覧でーす。はい、田口でーす。はい、田口でーす。どうぞよろしくお願いしまーす。ということで、はいよ。俺はもうだいぶ疲れてる。だいぶ疲れてるな。もう、くたくた、タクタク。ということでね、はいよ。田口さんがなんか今日やりたいことがあるっていうの、ね。そうなんだよ。ちょっとね、まずみんなに見てもらいたいものがあるんだよね。はい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 。これ見えるかな？トラだね。トランスフォーマー？トランスフォーマー、うん、まあおもちゃなんだよ。トラだね。トラだよな。うん、どう見てもトラだね。普通のトラに見えるだろ。うん、俺はこいつホワイトタイガーだったんだ。マジでか。何これ、何阪神タイガースの呪いかなんか負け続けると記憶なりバカそう、これちょっと証拠にね、ちょっと白いとこ見せようと思うんだけど。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、絶対信じられない、こんな。こんなのどう見たってホワイトタイガーのわけないですよ。マジそう思うだろ。だってこれリアル撮られたらどう見たっけ。トラトラトラ、一回ここ外してごらんよ。ここそう、パカって撮れるから。ここそう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 、ほら撮れた。はい、これが元のこの子の色です。ちょっと待てよ、おかしいだろこう白いの。太陽の恐ろしさをね、今僕は実感してるんだけれども。ちょっと待って、これ本当に黄ばみ？ただの黄ばみ、こっち見たら分かりやすいじゃん。黄ばんでんだよ。本当だ、黄ばんでる。うわぁ、あぁ、ね、トランスフォーマー知ってる人だったら知ってるの。タイガートロンっていう白いトラのトランスフォーマーなの。ちょっと待ってあの、カドッチの言いたいこと、俺カドッチの言いたいこと分かったわ。分かったべ、分かったわ、分かったべ。ちょっと俺が説明していい？いいよ。あの、俺のソロ動画でそれ、あの、スニーカーの黄ばみ取りやったんだよ。それこれを、それをこのトランスフォーマーでやってくれってことだ。オーケー。なるほど。多分ね、できたら、うん、あの、おもちゃで悩んでるやつ結構助かる。確かにね、これもしかしたら救世主になる可能性あるよ、うん、マジでね、これすごいぞ、すごいぞ、すごいぞ、これ。何がすごいって、ここまで黄色くなってるのがすごいだろ。マジすげえ。なんでそうなったのお前。わかんない。お前んち何すんねん。超原因不明わかりました、わかりました。まず、じゃあ、いくつか確認したい。はいよ。今すぐにはこれできません。まあ10時だからね。今10時で、太陽光必要なんでオッケーオッケー。まず、今すぐにできない。うん、これ水に濡らしても大丈夫。大丈夫大丈夫、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、カドッチ帰って昼間、うん、これやっておきますんで、オッケー。また、じゃあ後日見に来てください。はい、了解。はい、おはようございます。朝です、寝起きです。ということでね、このトラ、バイオレットブライト塗っていきたいと思います。はーい。あー眠い。とりあえず下にラップ引いておくか。俺いいのはね、塗っちゃって大丈夫だよね。アフター開いてねえ。はい、じゃあバイオレットブライト塗っていきます。ね、これが本当に白くなったら驚きだよな。なるわけねえよ、こんな。普通に考えてないよね。よし。とりあえずスニーカーと同じようにたっぷり塗っていこうかね。マジこれで白くなったら救世主だよな、本当に。オッケーかな。はい、とりあえず塗りました。はいよ。じゃあラップ巻きまーす。よいしょ。はい、ということでラップ巻きました。はい、あー、じゃあ太陽の下に置いていきたいと思います。よいしょ。はい、ということでね。おいえ。やっておきました。ご依頼の品。やっといた。はい。どうなった？トラ。トラ。いや、見たい？見たい見たい。トラトラトラ。いくよ。おいよ、来い来い来い。驚けよ。おう。ダン。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。これメガネのせいだな。あんま変わってなくね。はい。あのね、ほんの少しだけ、背中だけちょっと薄く、ほんのちょっとだけ薄くなったけど、ね、あのな、俺はね、思ったよ。なんだよ。これもともと黄色いだろ。違うって。元ちゃんと白いやつだって。
ちゃんとやったからな。何で匂った？あのちゃんと薬剤の匂いするから。あ、ほんと。ちゃんとやってるよっていうことね。すごいね。うん。でも確かに薄くなってるね。多少ね、薄くなった。そして関節緩くなってるね。はい。はい、ということで今回はね、1回だけやったんですけど、おうおうおう、1回で4時間かな。うん。正直変わらないです。ちょっとバイオレットブライト、救世主にはなりえないんじゃないかな。なりえない。でも多分元の色と比べたらだいぶ薄くなってるよ。いや、言うほど変わってねえぜ。マジで。うん、そうかな。あ、俺もね、ちょくちょく見てたんだけど、いや、まあ多少少なってんだよね。多少ね。多少、まあ、ここまでする方がすごいよね。はい。っていうかね、あ、お前黄色すぎんよこれ。はい、ということでね、はい、出来上がったこれはほとんど変わらずということで、ちょっと次違う体質のやつまで探してくるわ。はい、じゃあまあリベンジするっていうこと。おいや、じゃあ今度リベンジしましょう。はい、はい、ということで以上セッションオーバーランでした。またねー。はい、またねー。